あれがあの戦いで勝利を得る。アザイ・アサクラの討滅には至らない。周辺勢力をも巻き込み、戦局は泥沼化していった。そんな中、アザイ・アサクラへの加担を表明し、信長の動きを妨げようとする勢力があった。比叡山延暦寺である。再三の警告にもかかわらず、比叡山は態度を改めず、最下衆までも引き入れて信長を挑発し続けていた。王を逃した信長はついに比叡山攻めを決めるが、織田家中には反対の声も少なくなかった。比叡山焼き討ち。信長様、言いたかねえが、家中の奴らはみんな比叡山攻めに及び腰のようだぜ。あの寺の権威は当代随一、手を出せば地獄に落ちると真面目に信じてる者も多いですからね。久秀殿はどう思う？そんなだけの権威に何の価値がありましょう。まさしく新たな世の異物、焼却が妥当かと。焼却って、おい、焼き打ちなんかしたら織田家の評判は最悪なことに。評判がどうなろうと構わん。もう決めたことだ。比叡山は浅井朝倉に加担している上、最下衆をも引き入れている。最下孫一は貴重の仇の一人、見逃すわけにはいかん。三太夫、こたびはお前らの力を借りたいのだ。どうだ？お安い御用で、万事この三太夫にお任せを。Now I get to choose. Oh, I get to the Mogar again and...俺のやり方に見せてやろう。役に立つからな、親父。不機嫌そうだね。焼き打ちに決まったことが気に入らないの？そういうこっちゃねえよ。信長様が考えてることも分かってるつもりだ。とはいえ、新たな世を切り開こうってのにさ、やり方がちょっとむごすぎねえかなって。オイラが天下を目指すならもっとこう、お祭りみたいによ、にぎやかにやるけどな。じゃねえと、せっかく天下を取れたって思い切り笑えなくねえか？じゃあ秀吉が天下を目指すときはそうしなよ。僕もそういうやり方の方が好みだしね。ほう、じゃあそうすっか。ああ、いやいや、天下を取るのは信長様だっての。Here we go. この木に比叡山を完膚なきまでに叩く。山中にある三箇所の洞を制圧しろ。二度と盾つかぬよう焼き払ってく。三太夫、手はずは整っていいような。万事抜かりなく
俺の手下には火付けの手だれが揃ってますんでね。攻めてきたぞ。お堂に近づけるな。火攻めの邪魔となる敵がいるよ。先に片付けておけ。三太夫以下伊賀者たちがおらねば火攻めはならぬ。守ってやらねばなるまいな。でもかおよし、火をつけろ。まずい、大切なお堂に火の手が。開門。なんという非道な真似を。許さぬぞ。開門。おが。開門。あ、ヒットする。あたしのところに。先手を打たれたか。みんな出会え。さあ、この死に急ぐか。東側にも火を放て。邪魔する者に容赦はいらぬ。あんまり気が進まねえが、信長様のご命令じゃ仕方ねえよな。この程度では足りぬ。さらに火を放て。敵は最下衆に加勢を頼んでいるようだ。いずれ棟梁の孫一も現れるだろう。片付いたな。先を急ぐぞ。お見事。我らも役目を果たしましょうぜ。What the hell? Where is he at? That's okay. Hmm, so. あの堂は鉄砲兵が守ってるのか。あれじゃ忍びも近づけないよな。だいぶ敵の数を減らせたようだ。片付いたが、こんなことして大丈夫かね。ほら、やっちゃれ。火がついたぞ。こっちに来るな。罰当たりかもめ。開門。あちこちから火の手が。いずれここも焼かれるぞ。その前に逃げろ。開門。根本中道の門が開いたよ。あそこを焼き払わねば、この戦は終わらぬ。根本中道は比叡山の総本堂。ここを死守するのが俺たちの仕事だ。開門。全軍
最下衆を殲滅しろ。己信長め、恐れを知らぬのか。害しか生まぬ朽ち果てた権威も何を恐れよというのか。やったぞ、これで家計を仕掛けられるな。よし、辺り一帯を燃やしちまえ。開門。Oh, not bad. I'll do it. Fight in the ring. Take shot. I took it. Courage, show me. Enough. I've got my point. The king's enemy is not in front of me. The meddlers have vanished.そう仕上げだ。火を放て。 Get it go。 比叡山が誇る根本柔道が。火付けはもう十分だ。忍びたちよ、あとは好きに暴れてやれ。敗北条件変更。出してきた敵を追い打て。俺がやる。敵将撃ち取ったぞ。相手ではなかったか。いやはや、さすがでございますな。乱世に正しきを示すため謙信推薦。信長の非道を許してはならぬ。続け。なぜ奴らがここに。捨ておけん。上杉の将を迎え撃て。同盟が我ら上杉が蹴散らしてくれるわ。邪魔だては許さぬ。奴らを撃て。すでにこちらまで火の手が回っていたか。任せろ。俺がやる。任せろ。あんた見事な。もうよかろう。ここにいりゃ織田の連中に何をされるかわからねえ。もう当たった。上杉に助けてもらうんじゃ。やつらを逃がすな。敵対する者は残らず撃て。俺がやる。Just two more. やつら、織田の力を侮っていたようだが、これで下手に動けなくなっただろう。織田の勢い、ここまでとは。慎重に進まねば。
この手で打つべし。開門。剣心が自ら出てきたか。やつは軍神と称される男。無謀な戦は避けろ。こりゃひどいな。あの時俺が信長を仕留めてりゃ。おかぶれすぎ。信長、金ヶ崎では仕損じたが、今度こそ討ち取らせてもらう。そう、やはり貴重を撃ったのは貴様か。サイカマゴイチを撃て。くそ、俺も焼きが回ったか。口ほどにもない。まあ、逃げおおせたか。次は奴の雇い主を探り出さねばな。最下州の火星も耐えた、はい、もはやこれまで。捨て身で参る。He's over there, I see him. ながらもはや比叡山は救えぬようだ。信長はいずれ成敗せん。全軍撤退。もうよい。俺たちの勝利だ。 Yep, you still have one. こたび桃地殿の一派が見せた鮮やかな火付け、見事と申し上げるほかありませんでしたな。とはいえ、あの後手の者に最下孫一を追わせたが、捕らえるには至らなかった。織田殿、申し訳ありません。構わん。真に憎むべきは孫一ではない。奴を雇って俺を殺そうとした者こそ貴重な敵だ。確かに。どうにかして突き止めなくては。必ずや引きずり出し、報いを受けさせてやる。Well, damn. Well, I am going to stop right here and continue where I left off. If you'd like to like, comment, subscribe. Don't forget to ring the bell for notifications. For new videos, I hope you guys enjoyed this video. Thanks for watching. I will see you guys next time. This is Dan, so I get my girl, signing off.